まずご挨拶を原口代表お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日にでももう3人目の大臣が罷免されるだろうと
回、4人会になりました。非常に重要なタイミングを迎えることの中でございますので、皆さんと共に頑張っていきたいと思います。国会は12月10日までのあと1ヶ月を切った状況にあります。しかしながら、まだまだこの国会、政府のステリアも多々あり、閣僚の急な交代もこれあり、法案成立数が極めて少ない、こういう状況です。政府、岸田内閣の政権運営能力自体が大きく問われている、こういう状況だと思います。そういった中で、寺田総務大臣、私はもう即刻辞任すべきだと思いますが、そういう判断を総理が、できるのかということが今問われているというふうに思います。そういった問題をちゃんと整理した上で、目の前の課題に取り組んでいかなければならない。今原口代表からもありましたように、物価高の問題は目の前の問題です。しかしながら、今補正予算が、来週から議論される流れになってますけども、その補正予算の内容を見ると、物価高に対しては、根本的な問題に関して何ら手をつけず、今度対症療法的、微方策、目の前の課題を作ろうだけの、非常に近視眼的な対応に陥っているというのが現状です。これでは先行きを明るく見通すことができない、というような状況ですので、この辺も国会の中でしっかりえぐり出していかなければならないと思います。また統一教会の問題に関して、被害者救済、これに関して私たち野党の方から声を上げ、政府の方にも迫っていき、政府の方も与野党協議に乗ってこざるを得なくなるというところまで持ってきました。そして、総理の方からも2週間前ですけども、今国会中に、法案を出していくというような言質を取るところまで、できました。で、実際与野党協議をやってるんですけども、騒がれながら総理の本気とは問われる。すなわち先週金曜日に私たちに与党から提示された被害者救済策はかなり大きな穴の開いているものであって、実効性に限りのあるものでした。旧統一教会問題を乗り越えていくというですね、私の責任で乗り越えていくんだといった岸田総理の言葉は一体どこに行ったのかという気すらしますので、この問題、あと3週間弱の、3週間程度の国会の中でどこまで岸田総理が本気で国民のために働けるのか、試金石としてしっかり私たちに議論していきたいと思います。この問題は野党側から法案自体を提案して与党に迫り、与党が動かざるを得なくなったということでありますので、野党は反対ばっかりと言われますが、実は全然そんなことないということの大きな印として、結果を出していけるように頑張っていきたいと思います。そういった私たちが力を発揮していく中において、来年に至る統一地方選のことが射程に入ってまいります。統一地方選においてみんなで議席を増やしていく、そういった流れを作っていけるように頑張ってまいりたいと思いますし、衆議院解散総選挙、これに関してもいつ何時何があってもおかしくないような雰囲気すら出てくるような始末でありますので、これに関しても私たち常に脇を締め、緊張感を持って常在戦場の構えで戦っていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆様方からもまたいろんな面でのご審査ご指導を賜れればと思います。最後に1点だけ、先日佐賀新聞に載りまし書いていただきましたけれども、先般有明海の問題で、原告団弁護団の皆さんと記者と、農水省水産庁との協議を行ったところ、これだけ海苔に関して厳しい状況が去年まで続いた。そして今年はですね、なんと海苔に関しては東部まで、東部のみならず、福岡県、熊本県沖までいう有明海の状態になっていることが明らかになっているにもかかわらずですね、水産庁から先週の協議の中で言われたことが愕然としました。何かというと、非常に状況の厳しい西南部の海苔漁家に対して、漁場を変えることをしてはどうかという提案をしているということでした。つまり西南部タラとか大浦とか厳しいところの海苔漁家さんに、例えば東部の海苔漁場に移ってはどうかという提案をしている、こういうことです。私ね、常識感がほとんどないと思いました。なぜ、何せ海苔漁業は全長さんも皆さんも、ね、ご存知の通り、一大消費産業です。自分のところで乾燥機も持ち、海苔の網も持ち、そういったものを持って初めて漁ができるにもかかわらず、タラの人に例えば川沿いに行ってやったらどうか、これも引っ越せってことですよね。自分のこれまでの漁場を捨てろってことです。
こういった提案をしている極めて常識化のない、有明海の状況に冷淡な農水省水産庁のあり方に対しても、まあ、さらなる声を上げていかなければならないと思いましたので、ぜひまた皆さんと一緒に共に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それではメディアの方ご配信を